我々参政党は二酸化炭素の排出量を減らすことに本当に意味があるのか、少し懐疑的な立場であります。2035年までに乗用車の新車販売を 100% 電気自動車にするということに合理性を感じていません。削減に意味が出てきません。日本自動車工業会会長の豊田章男氏がですね、2020年の12月に警鐘を鳴らされたように、国にとって自滅の行為ではないかと、日本の主要産業である自動車生産の首根っこを外国に逃げられるようになってしまうと。はい、神谷総平君。はい、参政党の神谷総平です。よろしくお願いします。エコカー減税の炎上について、に関連して質問します。先日も少しお話しましたが、我々参政党は二酸化炭素の排出量を減らすことに本当に意味があるのか、少し懐疑的な立場であります。我々からすると、2021年に菅総理がおっしゃった2035年までに乗用車の新車販売を 100% 電気自動車にするということに合理性を感じていません。まず政府が電気自動車を推進する目的は二酸化炭素の排出量の削減だと思いますが、仮にそれを是とするとしても、電気自動車は走行時の CO2 の排出量は少ないんですが、製造時にかなり CO2 を排出するので、相当な距離を走らない限りですね、削減に意味が出てきません。また日本の発電の7割がですね、化石燃料に今頼っている状況なので、電気自動車が普及するとかえって化石燃料を燃やさないといけないので、 CO2 の排出が増えてしまうという計算も出ています。日本自動車工業会会長の豊田章男氏がですね、2020年の12月に警鐘を鳴らされたように、日本の自動車400万台をすべて EV 化したら、日本の発電能力をあと 10% から 15% 増やさないといけないというふうな数値も出ております。今ただでも電気が不足していてですね、電気代も高騰し国民が困っているのに、ここでさらに電気の使用量を増やすようなんてことはですね、国にとって自滅の行為ではないかというふうにも思えてしまいます。また2000年から2020年の20年間で自動車が出す CO2 の排出量を計測するとですね、アメリカがプラス 9%、 ドイツがプラス 3%、 フランスがマイナス 1%、 イギリスがマイナス 9%、 そして我が国日本はマイナス 23% となっており、世界でトップレベルの実績をすでに出しています。つまり日本車は内燃エンジンでも十分な環境対応目標を達成しているということになります。また電気自動車には他にも問題がありまして、まず電気自動車に搭載するバッテリー電池はその市場の多くをもう中国に握られてしまっています。ですから国内で電気自動車の生産が完結できない形になっているんですね。日本の主要産業である自動車生産の首根っこを外国に逃げられるようになってしまうと非常に不都合で、現在ただでも半導体の生産が海外に逃げられてしまっていて、自動車の生産に苦労しているところなのに、さらなる不安要素を積み上げるのは愚策だと感じます。また大量生産される電池の処分方法も確立しておらず、これらが産業廃棄物になることの方が環境に与える影響は大きいと思います。さらに重ねるなら、電気自動車の製造はガソリン車よりも容易で、電気自動車の普及はこれまで日本が培ってきた日本の自動車作りの優位性をですね、失わせることにもつながってしまって、将来的に日本人の雇用を奪っていくことになります。自動車の関連産業の就業者は現在552万人で、全就業人口の 8% にも上る巨大な産業になっています。これから賃上げを謳う政府がですね、この自動車産業の雇用を奪うようなことに対してですね、減税で優遇するというのは矛盾しているように感じます。以上、電気自動車の推進には様々な問題が提唱されており、欧米でも今その見直し議論が起こっています。日本は本当に今のまま税制優遇で電気自動車の促進ということを進めていいのかどうか、回答を求めたいと思います。住沢主税局長。お答えを申し上げます。自動車に関する、産業政策でありますとか、環境政策の面についてお答えする立場にはございませんけれども、自動車重量税のエコカー減税の仕組みの中での電気自動車の取り扱いとその狙いについてご答弁申し上げますと、まず自動車重量税のエコカー減税におきましては、いわゆる電動車というものを免税措置の対象にしておりますけれども、この電動車の中には電気自動車だけではございませんで、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、そしてハイブリッド自動車といったいくつかの種類のものが含まれてございまして、内燃機関で走る自動車も一部は含まれているということでございます。
で、こういった中で、政府といたしましては、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、2035年までに乗用車新車販売に占める電気自動車を含む電動車の割合を 100% とするという目標を掲げているところでございまして、こういった目標も踏まえて、自動車重量税のエコカー減税においては、電気自動車も含めたこの電動車を対象にしているわけでございます。プラグインハイブリッドですとか、このハイブリッド自動車のような内燃機関を搭載したような自動車について、この免税措置の対象に致すという場合に、まあ、電気自動車を最初から排除するという理由もまた難しいのではないかというふうに考えているところでございます。神谷総平君。はい、回答ありがとうございます。まあ、確かに誤解ないように言っておくと、我々は電気自動車をすべて排除しろと全否定しているわけではないんですね。それぞれの顧客のニーズに合致する幅広い選択肢を提供しておけばよくて、拙速にその電気自動車、乗車をですね、すべて電気自動車に切り替えるということがですね、非現実的ではないかというふうに言いたいわけであります。まあ、鈴木大臣の地元の岩手も雪が降ると思うんですけれども、冬のね、寒い時期に、例えば雪で玉突き事故が起きて、高速道路渋滞しちゃうとなった時にですね、ガソリン車なら、ガソリンを持っていけば、運んであげればですね、それでまた動き出せるんですけど、電気の充電が切れてしまうとですね、自衛隊に頼んでコンセント持ってもらうっていうわけには、持って行ってもらうっていうわけにはいかないので、そうなると、まあ、岩手もそうですけど、北海道なんか寒いところで、そういった事故が起きるとですね、本当に人命に関わるようなことにつながるかもしれません。日本は雪国ありますので、そういったところではやはり、今の日本がずっとやってきたガソリン車、内燃式の自動車、の方がですね、機能発揮すると思うので、やっぱりその 100% 電気自動車に変えるというのは合理的ではないというふうに感じています。まあ、このように今回電気自動車を取り上げましたが、まあ、これ一例で、まあ、一個一個こう詰めて考えると、今政府が進めようとしていることのですね、その減税や補助金で助成しようとしていることの目的がですね、その前提がちょっとおかしいんじゃないかというようなところがあるように思います。そういったところをですね、もう一回検証していただいて、より効率的な予算の執行を行っていただければというふうに要望して、私からの質問を終わります。以上です。ありがとうございました。多数の品目に複雑な軽減税率を適用している欧米に比べ、日本の消費税の場合は、食料品等に対する 8% の軽減税率が1本存在するに過ぎません。現状の帳簿方式でも納税は十分に機能しているのに、なぜ事業者に新たな事務負担を課すことになるインボイス方式への転換を急ぐのでしょうか。また日本の消費税制では、1997年に消費税率が 3% から 5% に引き上げられたときに、それまでの帳簿または請求書のいずれかを保存してよいという制度から、両方保存する制度へと既に変更されており、請求書も必ず保存しなければならなくなっていることから、日本型インボイス制度とも呼ばれています。現状でも適正な納税は機能しているにもかかわらず、あえてインボイス制度を導入することで、事業者に生ずる事務的負担のコストを上回る、どのようなメリットがあるのでしょうか。